どうも、久保田です。今回も二次試験の記述役講座をしていきたいと思います。今日取り上げる大学っていうのは、北海道大学2021年度の大問1の括弧1の役になります。まず、基準となる文章を見てみましょう。ちょっと訳しやすいためにわざとここで改行してあります。じゃあ一回読んでいきます。Neo, of course, takes the red pill and discovers that what he thought was real life was, in fact,Assimilation designed by aliens to control humans っていう文章になります。はい、この文章っていうのはある長文の中の一部分なので、ネオって誰とかになっちゃうと思うんですが、そこを補足すると、これは、まあ有名なハリウッドの映画のマトリックスですね。まあ今までいろんな大学でマトリックスをネタにした長文っていうのは出されたことがあるんですが、今回もその一例で、このネオっていうのは主人公です。で、主人公が、まあ話の中身は言いませんが、青い錠剤。このピルっていうのが錠剤という意味だと思ってください。青い錠剤と赤い錠剤。まあどちらかを飲む選択肢を与えられ赤いピルを飲むと本当の世界が見える状態、青いピルを飲むとまた眠りについていつもと同じ日常が繰り広げられる。実はこの日常っていうのは、てんてんてんっていうね、そういうネタバレを含んじゃう話になるんですが、まあ簡単に言うと、赤い錠剤の方を飲むと見たくなかった真実を見ちゃうことになるんですっていう話だと思ってこの文章を見てください。まあまずこの文章の主語っていうのはもちろんネオです。でネオはもちろんっていうあの S から始まって、文自体の動詞っていうのはここの takes the red pill と discovers、 この2つが文自体の動詞になります。まあ簡単に言うとネオはもちろん赤い錠剤の方を飲み、そしてこのざっと説ですね、ざっと説の後でまた文章が入り込んでるんですが、まあこのざっと説以降のことをディスカバー、発見するのである、もしくは知るのであるみたいな大枠の結びっていうのは簡単だと思うので、ではその中身のざっと説以降の部分をしっかりと訳せるようになりましょう。ではまずここですね、 What he thought was real life was、この部分が今回の役のミソになるので、まあこの What っていうのはよくある中にことや物を含んだ先行詞なので、ほにゃららなことって感じで訳せばいいんですが、その後の He thought was real life was、 この辺のくくりっていうのは今からちょっと主格ですね、関係代名詞の主格に、まあ、I think などが挟み込まれた形の説明をするので、こちらを先に見てください。はい、というわけでここで関係代名詞の主格に I think とか I hope、 I believe などこのざっと説を取れるようなこれらの SV が来た時の考え方やつなぎ方のコツを喋りたいと思います。まず10代の方式の主格を簡単につないでいきたいと思います。 I Tom is a man っていう文章と He is one of the best players、彼は最も良い選手の一人だっていう、この文章をまずはオーソドックスに主格でつないでください。いいかな、考え方言います。まずは共通するものを選びます。 The man と he、 そしてこれつないで前半が先行詞。はい、文の主語の部分を消したので主格で、人なので風に変えます。これでつなげると清書してこんな感じになります。 Tom is a man who is one of the best players、ちなみにこれは主語の部分を消してつないでいるので、この文章だけを見た時に、ああこれは主格だなと見分けるコツは、まあ、ザットやフー、フィッチなどの関係詞のすぐ後ろに V が来ているのが主格の合図になります。つまりここにもともとあった S で SV って感じになるんだから、その主語の部分が風やフィッチに変わったとすれば、すぐ後ろは V が来るに決まってるんですね。もしくは can や will など助動詞も来ることがあります。これが主格の根本的な考え方です。でこれを応用してこの文章を見てください。はい、 Tom is a man I think he is one of the best players、これをつなぎようとするとどうなるか、自分でこうじゃないかなっていうつなぎ方をしてみてください。はい、考え方を言います。はい、ザマンと同じ部分はこっちで言うと、もちろんキーになります。だからこれとこれが同じ、そして前の部分はやはり先行詞、後ろの部分は、はい、消えて、そして文のこれは SV ですね、主語動詞の主語の部分なのでやはり主格で不で、ここからどうつなぐかの考え方なんですが、やはり基本に立ち返って先行詞のすぐ横に関係詞は置こうとしてください。つまりここで風に変えたこの部分が前に出てきてここに来ます。その後はまんま写すだけでいいので今から清書します。はい、こんな感じになります。 Tom is a man who I think is one of the best players、
これは上の文章と何が違うかというと、やはり主格なんですが、Who is って感じで、関係詞のすぐ後ろには V が来ますよって言ったあの主格の特徴の中に、もともとあった I think が入り込んでいるような形になります。だから、初めてこの文章を見る子っていうのは、まあ、ここで Who や Which の後で I think、SV みたいなものが続くと思って、目的格と勘違いする子がいるんですが、違います。I think っていうのは元の文章でも正直こんなもんおまけなんですね。おまけで本来なくても He is one of the best players これで成立するな文章の前に I think that や I hope that I believe that もちろん You だろうが He だろうがいいんですが、そういうおまけ的な that 説を置いているだけなので、その部分が降りてきただけだと思ってください。だからもう括弧しちゃえば見やすいです。I think や I hope みたいな、that 説の部分を括弧しちゃうと、はい、Who is one of the best players っていう元あった文章と同じような構造が見えてきます。Who is なんでこれは主格とわかる。そこに I think が入り込んだだけ。もちろん I hope でも You think でも He thinks でも何でもいいです。まあ一応これを訳すと、トムは、私が、一番良い選手の一人だと思っている男だみたいな感じで、私が思うっていう部分が、役に入り込むだけなので、根本的には上とそんなに変わらないと思ってください。じゃあこれを参考にして、今から関係代名詞の What ですね、中に先行詞がこと、ものと入り込んじゃった What バージョンの主格でも同様のことが起こる話をしたいと思います。はい、次に関係代名詞のことやものを中に含んじゃった関係詞の What で、まあ、目的格や主格の話をしたいと思います。この What になると正直ね、 SV が来る目的格の方が分かりやすいんでこっちから喋りますが、 What、 SV、 これ厳密にはその後ろの目的語の部分が省略されて前に出てきた形になるので、本来不完全さが残るんですが、その話は今日置いといて、これで SV すること、 SV するもの、あなたが言ったことみたいな感じね、そういうのはすごい見やすいんですね。こっちは心配してないんですが、よく間違いやすい、分かりにくくなるのが上なんです。これはね、関係詞のすぐ後ろに V が来ることによって、これで主格になります。中身をちゃんと説明すると、 The thing which V って感じね。 The thing が先行詞ことで、その後ろで which V ってきたらそれ主格だよね。それをひとまとめに What にしてるだけなんで、これもやはり主格です。V することって訳すんですが、こっちの訳の方がみんなは少し見失いやすいです。まあ簡単に一例あげましょう。上が目的格、What の後ろに SV があるんで、私が言ったことは真実だ、本当だみたいな意味になります。まあ上の文章はそんなに心配してません、私が言ったこと、これがでっかい主語で、この is は文の V になります。で、まあ似たようなものを下で見ると、こっちだと訳せない子結構いるんですね。 What is important is love、これを、あれ、What is important is love、 なんで is がこんなに近い部分で2回出てくるんだって感じで構造が分かんなくなる子いるんですが、これはまずここで What V なんです。 What V で V であること、 V すること、つまり大切なことですね。ここで大切であること、つまりこれが1個のでかい主語ですね。これが1つの文の主語になって、大切なことは I ですって感じで、これが文の V です。こういう構造になっているだけなので、この一番目に出てきた is を文の V だと思わないでください。これはあくまでも関係詞の中にある V なので、文全体の動詞ではありません。訳すと、大切なもの、大切なことは愛だ、このような訳になる。まずこの下バージョンがしっかり訳せるか、見分けることができるかっていうのが大前提になります。そしてさっき喋ったように、ここの主格の世界に I think や I believe 系がもし入っていたとしても、それは単純に括弧でくればいいだけのおまけだと思ってください。はい、こんな感じの文章になります。 What I think is important is love、こんな感じで訳すと、私が大切だと思うことは愛だになるんですが、この文章も上と同じく、なんだこの構造はってなっちゃう子が非常に多いんです。特にここで、What SV だと思って SV することはって感じで、こいつで何々ですを作っちゃう子いるんですが、違います。これはさっき喋ったように、この主格の中ね、主格の中で I think や I believe を見つけたら、とにかく括弧でそれはくくってください。そうすると、ここを括弧だと思って、正直ないものだと思うと、やはり上のこの文章と一緒なんですね。 What V、What V っていうので大切なこと、そこに I think が挟まれただけとみなして、私が大切であると思うこと
ですね。ここ自体が大きな主語になっては愛ですと、こういう順番になっているだけなんです。はい、つまり繰り返しになりますが、 I think や I believe 系を見つけたら、とりあえずそれはカッコでくくって、ないものとして今まで通りの関係詞の知識で、主格や目的格の見分けをしてください。はい、というわけでここに戻ってきたんですが、ここの he thought っていうのは、まあ説明の中であったように I think っていうのを見つけたらとりあえずカッコでくくっておけっていう部分になります。だからこの he thought をカッコでくくって、まあ、とりあえずなしで考えると What was where life was、この辺ですね。この辺っていうのは、what プラス v なので主格です。v すること、今回 be 動詞なんで v であることって感じで訳そうと思ってください。つまり簡単に言うと、リアルライフだったものはって感じになります。そこに he thought っていうのが加えられたんで、彼がリアルライフだと思っていたものはみたいな、この雑語説以降の大枠の主語になります。そういうものは、これが動詞ね。インファクトは実際、実際、a simulation designed by aliens to control humans だったっていうのを発見するわけ、気づくわけ。いいね。じゃあ一応単語だけ線を引いておきたいと思います。はい、こんな感じで、シミュレーションっていうのはね、まあ模擬実験とかシミュレーションって訳してもいいんでしょうが、一応今回はこの SF の話なので、仮想現実や仮想世界と訳しておきましょう。で、何によってかって言ったら、エイリアン。まあエイリアンはそのままエイリアンってカタカナで書いてもきっといいと思いますが、今回は一応異星人って訳しておきたいと思います。によってデザインされた仮想世界で、何するためにか、この to は目的の to です。人間をコントロールするために、人間を支配するためにっていうのもおまけでつけて、あとは清書をすれば役が出来上がることになります。はい、というわけでこんな感じで自分なりに回答例を書いてみました。順番に見ていきます。ネオはもちろん、このネオはっていうのが文全体のメインの主語になります。ネオはもちろん、そして一つ目のメインの部位ですね、赤い錠剤を飲むですね、赤い錠剤を飲む。そして2個目の部位いきます。発見する、気づくっていう部分は最後にこう持ってくるので、ざっと以降だと気づくのであるっていう、まあ現在形に最後は訳すんですが、このざっと説の中身っていうのが今日の授業で触れた What プラス I think 系ですね。この主格の中に挟まれた I think の解釈になります。はい、色を変えておりました。 What he thought was real life was、 はい、彼がリアルライフ、現実の世界だと思っていたものはって感じですね。は、はい、実は、まず後ろの to 以降いきましょう。実は人間を支配するために、エイリアン、異星人によって設計された、これ過去分詞で前に書きます。仮想世界であったことにディスカバーする、つまり気づくのであると。はい、というわけで今回っていうのはね、そこまで長い文でもないし、この黄色の解釈さえできれば単語力で困ることはないと思うので、まあ、これぐらいのレベルだったら部分点を狙うとかそんなんじゃなくて、きっちり10割もぎ取れるように解釈して訳を作ってください。ちなみにこのマトリックスの話自体は非常に面白い映画なので、確か1999年ぐらいかな、それぐらいに上映された映画なんですが、今見てもめちゃくちゃ面白い SF の古典的、作品になるので、ぜひね、今の高校生とかも、アマプラやネットフリックスにきっとあると思うので、一回は見てみてください。これ長文にすごい出されやすいテーマなので、考えるきっかけにもなるので、雑学に入れておいてください。はい、というわけで今回の授業は以上です。